朝鮮による拉致被害者横田めぐみさん。拉致問題への関心を高めてもらおうと、昨夜中学校の同級生だったバイオリニストらが新潟市でチャリティーコンサートを開きました。コンサートはめぐみさんと新潟市の中学校で同級生だったバイオリニストの吉田直也さんらが開きました。めぐみさんの母親の早紀江さんの作った詩に合わせて作曲されたコスモスのようになど13曲が演奏されました。